いろいろと考えた結果、やっぱり日本は村社会なんだよーとおっしゃっておりました。今回から、撮影機材を一新しております。入念な下準備をしたつもりが、マイク機材が初期不良で間に合いませんでした。どうもすいません。というわけで、一部音声に聞き取りづらい点がございました。ご容赦願えれば幸いでございます。11月3日、4日の配信分では、ようつべ版、YouTube の方のプレミアムという機能を使いまして、皆様とチャットをしました。この機能は、あらかじめ予告している公開時間に初回に限りご覧いただいている皆様とチャットができる機能です。多くの皆様のご参加いただき、誠にありがとうございました。また必ず実施したいと思いますので、その時はご参加いただければ幸いです。と、この宮脇チャンネルかっこかり YouTube の方では広告を剥がされて、もう細々としかやっていけませんが、これからも続けられる限りは続けていきたいなと願っております。お付き合いいただければ幸いです。この番組ではおなじみのテレビ朝日社員玉川徹さん、シリアで拘束されて無事解放されましたフリージャーナリストの安田純平さんを英雄みたいだよと、まあね、本人は英雄とは言っていない。ただ捕虜になって解放されて帰ってきた兵士が英雄ならば、同じくジャーナリストも安田純平さんも同じように敬意を持って迎えなければならないのではないかっていうんで、実際言ってんじゃんって話なんですが、この玉川ジャーナリスト英雄論、これはもう社会的な物議を醸しております。さらに玉川徹さんは安田純平さんを批判するネット民の声をやからと呼びました。そして11月5日放送分ではついに連中、いつものように安田純平さんを全力擁護するぜっていう番組の方針の中、コメンテーターの石原良純さんは、むしろこうやって擁護というか守ってしまうこと、こういうことを放送してしまうことによってバッシングする声が高まっているんではないかと。いや、これはもう全くもって同意します。以前の動画でも指摘しましたが、自己責任論という言葉を定着させた我々国民に、この善良なる心優しく、ちょっとねそれも過ぎるかという我々日本人に、自己責任だという価値観を理解させたのはネット民がですよ。ネット民が言うイラクさんバカ拘束事件の後、拘束された家族や、拘束された本人、そしてその審判の人たちが、イラクから自衛隊撤退させろよとか、日本政府のバカバカバカとかやっていたんで、もうこれ以上擁護も弁護もできないよっていうんで、残った言葉が自己責任だった。ところが、この石原良純さんの指摘にテレビ朝日社員玉川徹さんは、つまりはこういう風な擁護をしなくったって、どうせ連中は言う言う言うとね。確か玉川徹さんは安倍首相がこんな人たちと言った時にものすごいバッシングしたような気がするんですが、あるいは政治家がこんな人たちというのはダメ、ね、そこはまあいいとしましょう。一方で、公共の電波を使って商売をしているテレビ局、そこの社員が自分と意見の違う人たちを連中と吐き捨てること、これは果たしてテレビ局の倫理上いかがなものか、私はおかしいと思います。ただし企業倫理を置いとけば、玉川徹さんが自分の意見と違う人を連中と呼ぶ自由を最大限尊重したいと思います。玉川徹さんが自分と意見の違う人たちを連中と呼んだ2018年11月5日のモーニングショーでは、この玉川徹さん、いろいろと考えた結果、やっぱり日本は村社会なんだよとおっしゃっておりました。玉川さんの主張をざっくりとまとめるとこんな感じ。日本はまだ村社会だから、村の掟に従わないやつは村八分にされたり出てけってなる。しかも村八分の場合も本人以外の家族にまでバッシングが行くんだ。日本は村社会だからダメダメ。私には村社会の何が悪いのかが分かりません。アラブは部族社会ですし、中国や韓国にしても同族が集まる傾向が強い、世界中に存在するチャイナタウンとかコリアンタウンなんかもこの一つ。そして移民国家であるアメリカでさえ、やはり近しい者同士でコミュニティを作ると
イタリア人ならイタリア人、ポルトガル人ならポルトガル人というコミュニティを作ると紹介しているのが、ザナ・ボイドのつながりっぱなしの世界を生きる。でこの本の中では、SNS の中でも、やはり民族やら所得層、まあ、いわゆる所属する社会に分類されると指摘しています。簡単に言うと、村社会なんて日本だけの話じゃないんですよ。むしろ日本を批判する文脈でこれが利用されていると私は見ています。玉川徹さんは安田純平さんのご家族が、バッシングにあったことをもって村八部だと言うんですが、さてこの村八部とは何か。いわゆる10部全部ではなく2部残されているんですね。この残されているのが家事とお葬式なんで、本当に困った時は助け合いましょうねという精神が残されている言葉が村八部なんです。そこには完全に社会からスポイルするんではなく、いずれかの時に反省したり仲直りしたりする余地を残しているのが村八部の2部なんです。これは玉川徹さんに限ったことではないんですが、安田純平さんの自己責任、これを問う声が、これを批判する声がネットには溢れている。なるものをテレビや新聞、いわゆるマスコミでよく耳にし目にします。実際私ツイッターのフォロワーさんはかなりこんな人たちもフォローしているんで、むしろ自己責任というキーワードはこちらの方からよく聞こえてきました。これでまた自己責任とか言ったら許さないぞみたいな感じで。一方ネット民はどこに興味を持っていたかというと、安田さんが解放されたと分かった、そして様々な情報が出てくると、まず長らく拘束されていたはずなのにスタスタと歩ける体力、そして綺麗な襟足、どう見ても刈り揃えてるだろうなんてことがネットでは大騒ぎ、そして記者会見の後自己責任だっていうよりも話題になっていたのはテレビとおやつ。こうした事実からテレビやマスコミで SNS を中心に自己責任論が広がってるもんなんつって言ってる玉川徹さんを筆頭とした人たちは、一番安田純平さんの自己責任を検索していたという疑惑がズブ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 。そして玉川徹さんは日本は村社会だなんつっておりますが、玉川さん、テレビ業界こそ村社会じゃないんでしょうか。さらにマスコミだって村社会でしょ。みんな縁故関係でつながってるじゃないですか。そして相互批判なんかしてないでしょ。むしろマスコミ批判する人間を村八分にしているどころか全殺し、報道しない自由とかを使って存在をかき消しているのはそちら側ですよ。これが今テレビやマスコミが凋落し、そして彼らが SNS やいわゆるネットを恐れている理由です。日本のメディアというのは相互批判をしない、もちろん自己批判もしない。よって小さな小さなテレビ村、もう少し大きなマスコミ村、でも世界はもっと広いわけです。しかし彼らはこの狭い村の住民で、この世界だけで天下国家を語っている。そしてそこに相互批判がない。一方我々ネット側の人間は常に批判にさらされ、相互批判をし、そして相互に検証をしていくので、もちろん間違えたらごめんなさいですし、当然違った見方の意見も寄せられる。そうしてもう秒単位で切磋琢磨、ブラッシュアップされているのが我々ネット側。対するテレビ村の住民は自分たちのロジックだけで動き、自分たちを否定するものをやから、あるいは連中と呼ぶ。そんな玉川徹さんがレギュラーとして出続けられている、もうこれはまさしくテレビ村のロジック。もちろんこれは必要に繰り返しますが、私は玉川徹さんが私にとってはあれれーと思うような発言であっても、その発言をする自由というものを最大限尊重したいと願っております。ただ玉川徹さんの日本は村社会だ発言については、こんな人たちというのは実に実に自己紹介がお好きなんだなと、自己顕示欲がお強いのかなと確認する今日この頃でございました。これからもっともっと頑張っていこうと思っております。またお付き合いいただければ幸いです。
今回より多少画質が上がったであろうワンコのコーナーでお別れです。はい、完全勝利席というものが赤が勝ち、ヤクザが撃ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。